おお。皆さんどうもこんばんは。東北を一番幸せにしたい料理研究家のミキティママです。今日はですね、どういう趣旨かって言いますと、まあ、もうかなり飲んでるんですけど今年を振り返ってどうだったかっていうまったりトークをしていきたいと思います。あ、ワイン来た、ワイン来たよ。YouTube 元年だったね。なんか最初勢いで始めて本当に何も分かんなかったの。どうやって喋ったらいいかも分かんないし、どうやってその取材先に行ってこう段取り組んだらいいかも全然分かんなくて、いやでもね、取材先の方にめちゃくちゃ助けられたのもあるし、やっぱり瀬戸さんがいてくれてのハピ飯だなと思っていて、瀬戸さんが紹介してくれたからこう我々が信用されてね、楽しく取材させてもらったのかなっていうことに関しては本当にありがたいなって思いますね。瀬戸さん、今年1年本当にお世話になりました。いろいろとありがとうございました。ハピ飯関わっていただいてですね、点数つけるとしたら何点ぐらい瀬戸さんの思いと合致しましたでしょうか。90点じゃないでしょうか。あ、そんなに、はい、あ、嬉しい、はい、本当は100点でもいいんですけど、え、めっちゃ嬉しいです、はいはい、あとの10点足りないところ、まあ、頑張れっていうことです、まだ分かりました、はい、ハピ飯の中で一番、はい、これ面白かったなっていうのを教えていただいていいですか。そうですね、みんなそれぞれいい生産者がいているんですけども、中でもやっぱり僕はやっぱり海にすごく思い入れが強いんで、やっぱり笑福丸さんのところに行って、うん、ミキティが直々に金景地味のやり方を教わったりとかしてる、ああいう絵はすごくいいなと思いましたね。未利用魚とか低利用魚っていう、うん、ものたちを見てですね、すごく私ね、分かりにくいなっていうふうに思ったんですよ、うん、はいはい、やっぱり未利用魚っていう言い方ちょっとね、もうちょっとこう言い方もうちょっと考えていただいたらもっと利用していただけるのかなと。実際自分が若い頃使ってた下ビラメとか、はい、そういうものが取れなくなってきて、そういうのも未利用魚の部類に入ってますからね。エイとかも玉数が揃わないのもみんな未利用魚として扱われてるので、そういうのもちょっと美味しい魚いっぱいあるので、そういうのをこうどんどん料理にして地産地消はもっとなんていうかな、本当に広げていってほしいなと思いますね。海外に持っていくっていうよりも地元で美味しくやっぱり消費して地元が潤う形っていうのを何か作れたらいいですよね。そうですね、はい、美味しいものいっぱいあるんで、食べ物もあるところに人を集めないとね、人がいっぱいいるところに食べ物を持っていくんじゃなくて、それが重要だと思います、はい、瀬戸さんが今後なんかこう伝えていきたいハピ飯でこういう表現がしたいっていうリクエストなどありましたらぜひ教えてください。やっぱり今年は特に夏暑かったですよね。暑かったです。でもう夏暑かった、で水温も高くなった、はい、でもう取れる魚も野菜もどんどん目まぐるしく変わってきてますよね、うん、特に今年は際立ったんですよね、はい、お米もあんまり良くなかったし、うん、時代に追いつくのが本当に大変だと思うんですけど、やっぱりこう今の現状っていうか、はい、そういうのにこうなんていうかもう着目した YouTube をこうやってほしいなと思いますね。印象に残ってるところ、いろいろそれぞれの取材先であるんだけど、一番印象に残ってるのは菅原商店さんかな。
いやあそこからなんかちょっとこう、あ、こっちの方向に進んでいけばいいのかなっていうのがなんとなく分かったというか、あれはもう恵子さんの懐の大きさでしょうね。また菅原商店さんの話になっちゃうんだけど、私佐藤商会さんのプレミアムアンバサダーっていうのをさせていただいてるんですよ。佐藤商会さんっていうのは東北ナンバーワンの、業務用食品卸しをされている会社さんなんですけれども、そちらでね、菅原商店さんの米粉を使った講習会っていうのがありましてですね、はい、でその講習会でなんとハピ飯の動画を社員さん向けに流してくれたという、いやこれはねすごい嬉しかったね。こういうふうに自分たちが一生懸命作ったものが活用してもらえるんだなっていうのが分かって、もちろん視聴者さんに見てもらって喜んでもらえるのが一番なんだけど、要は我々認知がない状態で言ってるじゃない。テレビとかだったらさ、もうね、何万人っていう人に見てもらえるものだから皆さん安心して取材を受けてくれると思うんだけど、何も認知がないところで皆さんいいよって言って時間と労力を使ってくれてるわけじゃないですか。そうなった時になんかこういう役立て方、まあ、YouTube っていうのが役に立つだなっていうふうに思った時に、我々がやってる意味っていうのをすごくそこでこう実感できたというか、こういうふうに使われるんだったらやる意味がものすごくあるなっていうふうに思ったんだよね。そうそう、今取材してるの宮城じゃん、うん、東北を一番幸せにしたい料理研究家って言ってるんだけど、今宮城しか取材してないから、私のふるさとの福島でも取材したいし、あとは、東日本大震災の時に、避難をしてお世話になった山形の取材もしたいし、うん、あとはすごくお世話になった方がいる秋田と岩手、そして青森にも行きたいし、もっともっとね、美味しいものをこう皆さんにお伝えできる番組になったらいいなっていうふうに思ってます。 EC サイト作りたい。あー、はいはい、ハピ飯の EC サイト作りたい。そうそう、うん、やっぱりなんでやってるかっていうと、美味しいものを発信するだけで終わるんじゃなくて、もっと美味しいものを皆さんのところにお届けできる仕組みまでを作れたらいいなってちょっと思ってるんですよね。来年以降の野望かな。野望、はい。今年取材させていただいた皆さん本当にありがとうございました、渡りの正福丸さん、神経締めとかをね教えていただいて、ゆかさん議員さんになりましたね。すごいよね、うん、漁業を、まあ、皆さんに広めたいっていうことで、ゆかさん頑張ってください。応援にまた参りますのでよろしくお願いします。ともちゃんの野菜畑、和田さんとのつながりができてね、毎回我が家に、宅配でお野菜を届けていただいてます。うちの娘たち息子がもうすっごい美味しいっていうふうにね毎回言ってて、本当に美味しいものを届けてくださってありがとうございます。卵かけご飯毎日のように食べてます。ありがとうございます。先ほど言った菅原商店さんね、恵子さんには仙台雑煮とかも教えてもらったりとか、私のお料理の先生として今恵子さんこれどうすんのみたいな感じでお電話させていただいたりしています。本当にありがとうございます。一般社団法人、海猫の八木さん、石巻ホップワークスさん、
いちじくビールの乾杯会があるっていうことで、あのすごく楽しみにしてるんですけど、決まったらぜひ教えてください。熊谷農園さん、まあ、ずっと前からお世話になってるんですけれども、金の息吹も美味しかったですし、いつも食べてる椎茸本当美味しいです。あのずっと作り続けていただければなと思います。また生徒さんのところでね、あの食べたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ笑って、はい、うまい東北応援隊ハッピーシーというわけで、2024年もハピメシ、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、東北をもっと応援したい、ハピメシを応援したい、そういうふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。そして、来年も皆様に東北のうまいをたくさんお届けしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。